どこに行こうかな。よし、行くぞ。何が？おう、どこに行く？俺が薬の材料ってわけか。俺もこの辺は詳しくなっておいた方が良さそうだな。さ、必ず勝とうね。おりゃ、それそれ、せっ、また、また当たると一撃行きます。行きます。ライザ、頼んだ。ライザ、一緒におりゃ行きます。みんな一緒に決めるよ。これならどう？それ。ぶっ飛べ。もう終わりかよ。せーの。そのままで使っても薬になりそうだけど、ここから調合でちゃんとした薬。さあ行くぜ。行きます。行きます。うぜえな。おりゃ、ライザ、一緒に。それ行くよ。これならどう？せ、行きます。ライザ、頼んだ。それおりゃ、行きます。それ見てえな。行きます。一気に畳みかけるよ。それそれ、せい、ライザ、一緒に。もう終わりかよ。みんなと外に出るの楽しいわ。よいしょ。よいしょ。宝石のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。やあ、宝石っていろいろ。さあ行くぜ。行きます。おりゃ、また、それ、また、せっ、ライザ、一緒に。行くよ。今がチャンスね。うぜえな。おりゃ、おりゃ、行きます。行くよ。ライザ、頼んだ。それ、みんな一緒に決めるよ。敵を貫け。せっ、それ、おりゃ、それ、ほらよ。もう終わりかよ。何の植物かよくわからないけど、取れたよ。中身はなんだ。やあ、せーの。はい、これ僕、薬草の。
気をつけた方が良さそうだ。おや、それ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 、おや、行きます、まだ行きます。ライザ頼んだ、ライザ一緒に、おや、行くよ、おや、それそうだよ、絶叫クラウディア、お願い、やるぜ、凍りついて、いくよ、すごいの、いくよ、さあどんどん進もう。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。何が出るかな。よーいしょ。宝石って金属の元だよね。よーいしょ。やっぱり普通の石よりじゃないよね。液体って重たいんだよな。肩慣らしにもならねえな。せっ、いきます、それ、いきます、よっしゃ、それせっ、ライザ一緒にいきます、みんな一緒に、それそれ、ライザ頼んだ、それ、さあどんどん進もう。演奏も上手くなってるかな。やあ、こぼしちゃわないように気をつけないとね。そう、こんな植物でいいのかな。どこに行くの？よし、い、おう、どこに行く？よし、行くぞ。何か、おう、どこに行く？そういや、島にはあまり鉱石ってないよね。全くないわけじゃないけどさ。一気にやっちゃおう。せっ、おや、行きます、それ、連射、おや、それ、もう終わりかよ。大きい材料なら俺の剣で細かくするか。肩慣らしにもならねえな。せっ、おや、行きます、行きます、それそれ、まだ
行きます。おや行きます。みんな一緒に決めるよ。ライザライザみんな頼んだ。一緒にそれそれ行きます。この調子で頑張ろう。やあどれだけ必要だ。やまだ持てるぜ。草なら俺でも集められそうだな。大事に使わせてもらおう。必ず勝とうね。せっ、それ行きます。連射行きます。一気に畳みかけるよ。連射。ライザ、一緒に。行きます。ライザ、頼んだ。ぶっ飛べ。もう終わりかよ。まさか魔物と戦うための城？最後は負けて竜に乗っ取られたのかな。ん？あ、これって模様じゃない。古文献と同じクリント王国の文字だ。なんて書いてあるの？そんな簡単に読める。ん？うん、読めるよ。同じ文字だもん。読める。すごいじゃないタオ。それでなんて？最初のは炎の翼、竜のことかな。次は召喚で、その次は知らない単語だ。なんだ、スラスラ読めるってわけでもないのか。あ、そりゃ勉強始めたばかりだもの。この3つとあと1つ、計4つの言葉が繰り返し書かれてるよ。炎の翼と召喚、わからない単語が1つ。召喚は魔物を呼び出す魔術だっけ。最後は殺せ。それってどういう文章なの？ちょっと待って、考えるから。最初が主語なのは同じで、この末尾は命令形かな。よう、早くしてくれよ。せかさないでよ。大雑把に言えば、召喚された竜よ、何かを殺せかな。召喚された竜？竜ってここを襲った魔物じゃないの？僕だってクリント王国の召喚なんてわからないよ。今の今までおとぎ話見たく思ってた単語なんだから。くそ、アンペルさんやリラさんがいりゃな。竜が召喚されて何かと戦った。竜を使ってもこんなひどいことになるような敵と。その何かって意味はわからないとして、なんて読むの？そのまま発音するとフィルフサあったね。フィルフサ。材料っていろいろあるんだね。知らなかった。
前たち、どうしてこんなところに。なことより他の連中は。あいつの奥にいる。私らも傷を負わせたが、大半が吹き飛ばされて。竜の向こうにボス君たちが。うわ、どうしよう。どうって戦うしかないでしょ。戦うって僕らが。僕らだよ、僕ら。そうだよ、その僕らが戦うんだよ。戦わなきゃどうしようもねえ場面だ。アガテさんは炎が届かないところに隠れてください。な、何を言ってる。お前たちだけでやるというのか。アガテ姉さん、話は後でね。あ、そうだ、もし勝てたらご褒美にお説教なしってことで。行きます。せい、これならどう。それ外。もう大丈夫。行くよ。クラウディア、やるぜ。もう大丈夫。クラウディア、お願い。よ。行くよ。ライザ、頼んだ。行くよ。ライザ、一緒に。ほらよ。それ。おや。行きます。行きます。行きます。クラウディア、やるぜ。行きます。やっ、クラウディア、やるぜ。せい、当たって。おやっ、怪我はない？やったの？倒れた。いや、倒した。俺たちが倒したんだ。本当にやっちゃったんだ。信じられない。ボス、夜だ。くそ、なんでだ。なんでお前たちに助けられなきゃいけないんだ。お前たちにだけは助けられたくなかったのに。ボス、みんな、まずは怪我人を手当てしないと。アガテさん、大丈夫ですか？ああ、私よりも向こうの連中を頼む。ひどい火傷を負ったやつがいるはずだ。死者が出なかったのは不幸中の幸いか。竜を倒すという目的もお前たちのおかげで達成できた。うん、もうここにいる理由はないし、村に戻ろう。怪我人にもちゃんとした手当てをしないと。モリッツさんもボースの心配をしているはずだ。
他の魔物が来る前に引き上げるぞ。ライザが先頭でいいんだよね。僕は後ろからくっついていくから。せーの。これ生臭いな。もう必要なら集めるけどさ。よーいしょ。どこに行く？どこに行こうかな。よし。優しく扱ってくれよ。バカ者、お前が一番軽傷だろうが。吹っ飛ばされて気絶した時の打撲だけだぞ。やれやれ、ナンバーのやつで怪我人の収容も終わりか。手間かけさせやがって。ふーん、ざまあ見ろとか言わないんだね。なんか最近意地が悪くないか、クラウディア。どうかな、友達が素直じゃないからちょっとつつきたくなってるだけかも。クラウディア、とにかく誰も死なずに済んで本当に良かったよ。竜も倒せたし。倒したんだよね、本当に僕らが。そうだよ、私たちが竜を倒した。あの村の言い伝えにある古城の竜をね。こいつはすげえ。あれってモリッツさん？え、ボースの怪我で文句とか言いに来たんじゃ。よくやった、よくやってくれたぞお前たち。は、は？よくボースをブルネン家の跡取りを救ってくれた。本当によくやったぞ。なんか調子狂っちゃうな。その竜はなんとかみんなで倒しましたよ。あとで褒美、いや報酬もやろう。とにかくよくやった、よくやった。モリッツさん、ボスはどうしたんだ？あれは今部屋で休んどる。なに、大怪我というわけでもなし、すぐ元に戻るわい。本当に大丈夫かな。ねえ、どこに行くんだい？よっ。おかえり、二人とも。よう、カイドウの北でバレンツさんの部下に聞いたぞ。竜をぶっ倒したらしいな。よくやったな。お前たちはもう一人前以上なのかもしれない。そうかな。まあ調子に乗らないよう気をつけてるよ。それよりも聞きたいことがあるんだけど、いい？ん？
話してみろ。私たちが森で出くわしたあの恐ろしい魔物、もしかしてフィルフサって言うんじゃないかな。その名前どこで知った？やっぱり古城ですごい戦いの跡を見たの。名前は城の石碑に書いてあった文字よ、タオガ。城、そうか。あの竜ははぐれた野生種じゃなく、奴らと戦うために召喚された類か。奴らの出現に呼応して眠っていた召喚装置が再起動したわけだ。奴らってあの魔物は一匹じゃないの？アンペル、そろそろ話してもいいんじゃないか。そうだな。お前が言うようにもう一人前以上なら真実を話して協力を仰うべきだろうな。真実？ああ、真実を話そう。だがその前にまずお前たちの方で起きたことを全部話してくれ。推測通りだな。あの古城はクリント王国による竜の召喚装置を備えた対フィルフサの城塞だ。対フィルフサ？クリント王国が戦ってたのって他の国とかじゃなくてあの魔物なの？ああ、ここ一帯はクリント王国とフィルフサの大規模な戦場だったと見ていいだろう。召喚装置まで起動するほどとなるとまずいな。早く門を見つけなければ。召喚の起動が門？頼むから二人とも俺たちにも分かるように説明してくれよ。すまん、私たちも冷静さを欠いていたようだ。そうだな、まずフィルフサのことから話そう。この二人が冷静じゃいられないほどのことなんだ。お前たちが遭遇した魔物はフィルフサ、クリント王国を滅亡させた異界からの災厄だ。クリント王国を滅ぼしただって？正確には滅亡に至る国力の衰退を招いた一因か。フィルフサは異界と呼ばれる場所の生物でな。異界？またわからねえ言葉が。今いるこの世界とは別のもう一つの世界だ。かつてクリント王国は錬金術で作った門の力で二つの世界をつなげ、異界から希少な資源を持ち込んだ。その資源の力でクリント王国は大いに繁栄し、繁栄を支えるため新たな門を各地に作り続けた。だがやがてその行為の報いを受けることになる。異界からもたらされた資源以外のものによってな。資源以外のもの、異界からの災厄？そう、フィルフサだ。奴らは王国の各地に開いた門から溢れ出し、全てを食い荒らした。王国は一季節、たった一季節のこの大侵攻鎮圧のために力を使い果たし、衰退の坂を転げ落ちた。そんな魔物、フィルフサのことなんてクリント王国の昔話じゃ一度も聞いたことないぜ。王国は繁栄の根源である異界と門の存在を滅亡する最後の最後まで機密として隠していてな。大侵攻に関するあらゆる記録を禁じ、その痕跡すらも必死に抹消したのさ。そう、ここからは昔話じゃない、今の問題になる。私たちの調査ってのは詰まるところ門の探索だ。私とリラは各地の遺跡に残された門を探し出し、稼働していればこれを封印する、そんな旅を続けてきた。お二人はなぜそんな大変なことを？何も知らない現代の人々を守るためですか？まあ私たちにもいろいろあるんだ。とにかくこの近隣に稼働中の門があるのは間違いない。しかもフィルフサを通すほど機能を保っているやつがな。早急に探し出し封印しなければならん。あいつら多分すげえ強い。あの時の俺たちみたく何も知らない人間と出くわしたらヤバいもんな。もちろんそれもある。
が、問題は季節だ。季節？お前たちが出くわしたのは、おそらく石膏、つまり偵察兵だ。奴らは這い出た先の状況を大雑把に探る。それがなんで問題なの？奴らは水気を極端に嫌う。大侵攻が一季節で終わった一番の理由がそれだ。奴らは這い出た一帯を荒らすだけ荒らすと、巣穴に帰るように本拠地の異界へと戻っていく。あっ！びっくりした。どうしたのライザー。水を嫌う魔物が溢れ出すのに絶好の季節。あっ、そう、この地方にこれから来る寒気だ。早急に探さなきゃならん理由が分かっただろ。今後はお前たちにも門の探索に協力してもらう。自分たちの暮らすこの土地を守るためにな。もしかして私たちの村に伝わってる乾きの悪魔ってのはフィルッサ？確証はないが、特徴からしておそらくな。歓喜を呼ぶ悪魔じゃない、歓喜に襲ってきた悪魔だったんだ。竜がいたんだ。悪魔がいても驚きは、いや、やっぱ驚くか。ああ、それと今話したフィルフサと門のことは誰にも話してはならんぞ。それはどうして？みんなで探せば早いんじゃ。私たちの目的が門を二度と使わせないことだからだ。かつてクリント王国とフィルフサの犠牲に。喋りすぎだアンペル。そうか、そうだな。こいつらが相手だとついな。とにかく絶対に口外無用だ。うん、分かった。それで私たちは何をすればいいの？そうだな、今すぐ頼めることはないが、いつ奴らと遭遇してもいいように準備を整えておく必要はあるな。竜と戦って思ったけど、錬金術でもっと強力な道具とか作れないかな。なら、この本をやろう。錬金術の専門書だ。錬金術は高度になればなるほど危険なものが増える。そのため迂闊に見せることはできないんだが、今のお前ならうまく扱えるはずだ。私の代わりにいろんなことを試してみてくれ。分かった、やってみる。鍛えようかな。良さげなものはっと。
なかなかいい感じじゃない。やっぱり別のに。なかなかいい感じじゃない。やっぱり別のに。これとか良さそう。これでいいかな。いっけー。よーし、完成。どれを鍛えようかな。あれにしようかな。それとも、どの材料がいいかな。本当にこれでいいか考えないとね。いっそ全部入れちゃえば。で、なしなし。これでもうまく変化するかな。これだけあれば足りるかな。あれにしよう。良さげなものはと、これでいい。いっけー。よーし、完成。どれを鍛えようかな。どの、ぬぬのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。